ロバートソン軍は、アメリカ合衆国のテネシー州にある軍。2000年国勢調査時の人口は54,433人で、軍庁所在地は、スプリングフィールドである。ナッシュビル、デイビッドソン・マーフリーズボロ・フランクリン大都市、統計地域の域内にある。地名は、ナッシュビルを建設し、州の上院議員も務めた、探検家のジェームズ・ロバートソンにちなみ名付けられた。 国勢調査局の調査では総面積1235平方キロで、うち1234平方キロが、陸地、総面積の0.04%に当たる1平方キロが水域である。2000年の国勢調査時点で、この軍には54,433人、19906世帯、15,447家族が暮らしている。 人口密度は1平方キロあたり44人で、平方マイルに換算すると114人となる。住居数は2万995件で、1平方キロに平均17件が立っていることになる。住民のうち白人は89.13%、アフリカ系は8.62%、ネイティブアメリカンは0.28%、アジア系は0.31%、 太平洋諸島系は0.02%、その他の人種は0.83%を、根血は0.80%を、ヒスパニックは2.66%を占める。2000年国勢調査の結果をもとに作成した群の人口ピラミッド19906世帯のうち37.4%は18歳未満の子供と暮らしており、61.9%は夫婦で生活している。 11.2%は未婚の女性が接待種であり、22.4%は家族以外の住人と同居している。18.6%が一人未世帯で、7.5%を独居老人の世帯が占める。1世帯あたりの平均構成人数は2.71人、家庭の平均構成人数は3.06人である。 住民のうち26.8%が18歳未満の未成年8.5%が18歳以上24歳以下31.4%が25歳以上44歳以下22.5%が45歳以上64歳以下10.8%が65歳以上となっており平均年齢は35歳である 女性100人に対して男性が98.82人いる。一方、18歳以上の女性100人に対しては95.7人いる。一世帯あたりの平均収入は43,174ベイドルで、家族ごとでは49,412ベイドルである。男性の平均収入は34,895ベイドル。女性の平均収入は24,086ベイドルで、 労働者でない人々も含めた、住民一人当たりの収入は19,054米ドルとなる。総人口の9.0%、家族の6.4%、18歳未満の子供の10.9%、及び65歳以上の老人の13.1%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー、 <は> http://factfinder.census.gov2008 <ライ>年1月31日閲覧。ありがとうございます。